何かに心が動いたり心底笑ったり毎日に意味を持ったりするの許されたかったんだ。脳が何か夢中になったり心から笑ったりしても誰も責めない。もしそんなやつになら私が立ち止まって本当はずっとこの話みたいなものが